も、彼らブラバムチームはですね、ゴードン・マレーが考えてハーフタンクでスタートして、いわゆるピットストップ作戦というものを、はい、フォーミュラ1に初めて、持ち込もうとして、いるわけですね。さあトップ6、アルヌー、プロスト、パトレーゼ、ピローニ、ピケ、タンベイとなりました、はい、ルノー、ブラバム、あっとここで、2番手に上がっていますね。パトレーゼがプロストをかわしています。パトレーゼが2番手に上がっています。もうネルソンもピタッときますよね。そうですね、はい、ルノー2台の間に入りました。